こんにちは。これさ、上のエリアって4つしかないわけでしょ？左側に行こうとしたら、4つ以上欲しいんじゃない？だから現時点でもう、なんか岩の無駄遣いが発生しているらしいので、ダメらしいっすよ。まあ、いっか。解いてから考えよう。あ、そっか。一個解いてないからだ。前回詰まったあのステージがクリアできると岩が一個もらえるから、ゴールいけるんじゃない？やばくね、それ。なんか乗っかってんね。これ押せないから。自分の後ろに疲れるとどうなる？ああ、いや、動かせるのか。なるほどね。そうなるともう終わり。終わりっていうか、何がやらせたいステージだな、これ。下に、この場所に2を作るって何なんだ？この2は、拾おうとしても何にもならないっぽいから、でも上にいるこの子は、押すと落ちるので、その2音どうしたい？どうしたいんだこれ。最初にこっちにやることで上のあの子を押さずにここに来れるよねってことかな。ただずっとついてくるので、これをなんだ、これどうすりゃいいんだ。ここで岩を作って、それをあのヨットに増築すればあいつ落ちないよって話か。そういうことか。そういう使い、方ね。これはこのパーツを落としに行かないといけないから、こうすればこいつがこう来るよねってことで、こうか。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。おもろい。あ、ちゃんと使い道のない2っていうのを定義してるのは大事だね。じゃあ、降りられないらしい。さ、水に落とすとどうせ形変わるからっていうのでのこのヨットのことを考えるのはマジで難しいんだけど、なんだろう、この手前置いちゃいけないのかな、ぐるっと囲うような感じで。柱を押しちゃまずいから2つまでしか置けないんだけど、だけど他の石がくっついちゃうから3つ目以降置かない、他の石に釣られて落下するからみたいな。結論が出ないです。こうするとこうなって、なんか多分使えないだろうなというものができる。本当はこれを乗っけて
ああ、詰まって終わりだ。これを。こうして。うん、別解だ。なんか違うな、これ。あれ？ここまでのボートテクニックを習得している俺でもあのステージはなぜ解けないんだろう。あのステージが解けないのはなぜやろうな。4だよね、ここやっぱ。別のステージに余ってる石があれば、とりあえず先に進むことはできるのかな。この形を作るんだけど、階段も足場にしていいし、階段を使えば出られるというか、2段目に生み出すんだっけ、階段がある場合って。こういうのは想像不可能なんですよね。あ、乗れないのか。乗れないんだ。乗れないの？これじゃダメなのか。あ、これ最後の1個がないわ。ここの、あ、そう。最後の1個がないし、それをどっかから持ってこようということもできない。だけど十分あるんで、どうなんだろうな。こういう形を引っ張り上げても別にええわけやろ。わしはこういう形があって、階段で上に出て、わからなすぎる。ああ、別に余ってるところ自分でこうやって階段置いて踏めばいいもあるしな。入れない。階段が逆だったら中に入れて、しかも階段があって出られるよねっていうところまでできるのかな。どんな形を作ってたか分かんなくなった。これだと1個足りないよね。あっけ、これをしたときに、なんだこれ。何やねんこれ。何やねんこれ。再現不可能なとこなの。スライムインサイド。上に2があって、めちゃくちゃスイッチがある。あ、でも最後のスイッチって何？俺がスイッチ踏みながらゴールってこれ認識すんのか？そういうこと？ここに穴開けといて、なんか頑張んないといけないんだ。
ついん？スライムを中に入れて、でも階段があって、なんか外側は囲まないといけないらしいよな、多分これ。ん？作る形ってそんなに別になくて。足りないけど、それはあの上のあの2で何とかしろってこと？今いくつ足りないんだ？足りない。このスライムが邪魔だ。ダメだ、邪魔だ。邪魔か？これは押せるん、何それ、なんか変なのできますね。上にある石をね、なんかいいところに置こうねっていうのは無理っぽいな。できるのか。ダメだ、階段登れなくなるわ。階段登れないけど、これをこうしたらそこにはまるけど、俺は下げらんないな、これを。2をどう作るべきだったってのが分かんないな、これ。そこにスライムは無理だ。作るべき2をあそこに置くっていうところに仕組ったのか。でもあの2ってあるけど、2つあるパーツをまともに使うことはできない気がするよな。下に下げるっていう行動が取れないから、上にある2つの漏れを取り出そうっていうことぐらいにしか使えないっぽいけど、上にある2つの漏れ、わかんねえ、わかんないっす。こんなのわかんないって。縦に作って、でこれがスライムが中にある状態だと終わるので、こうすると、階段に行けなくなるので、スライムだけとりあえず出さないといけないのか、これ今。いや、ダメ。なんでこうなったかというと、どかそうねができないね。絶対隣接し、ね、これを前に出すと、
あ、2のマスもくっついてくんの？それは知らないわ。あの2のマスって空中で固定じゃないんだ。いいのかな？わかんないよ、これは。全然わかんない。上にも行けるかもしんないというのはあるんだけど。さて、こうなると例のあのステージを解かないとダメなのか。か、空いてる岩が1個でもあれば。あった。先はいけるね、とりあえず。なんこれ。エローセーラー。これ一段高い。ここの階段から。ここまで？つまりなんかこう、ここなんだろうな。ここにあって、こっからあそこまでのこの道のりをたどるんだけど、俺は帰ってこないといけないっていうのがある。あ、え、ここ砂漠？やば。じゃ全然じゃない。全然登れるビジョンなかったな。じゃあ、どこでどうすりゃいいんだ。そうなっちまうな。これは分かんないんでねえの？これでもあと2マス。足場が動けば、いや、あと3マスになった。こうすれば上から別に下に落とさなくても来れるからな。上に押し上げた方が得はするつってもね。その得は、俺の犠牲、こんな犠牲出してまでそこの得得られるかっちゅう話よね。やれること多すぎ。こうすると押せない。
なんか全然美味しくない感じがするな。答えはあるんだ。うわ、これ解けないと先進めないか。やばい。やばいな。答えはあるんだろうけど。トライできることがあまりにも多くて、一つに定められないよね、これ。二段目にある足場っていうのをいかに大量に作って、しかもそれが通路にならないといけないよねっていうのがあるから、これも入れないっしょ。進めても引っかかりがないから落ちるよ。こうすると全部くっついちゃうからダメだよ。階段登って内側を行って船動かしても出られるように石が押せなきゃったら意味がない。右下に何かたくさん落とせればこの形でも別にいいんだけど、この形と右下を崩すっていうのは多分相反する概念だよね。右下落とすならもうくっついてるもんな、すでに。これはちょっとごめん、全然大方針も立たないからやんないかなってことで終わりです。これ以上進められるところがない。なくなった。何か学ばないといけないことを学べてないのかな。あのステージで島が変わってるんだから、なんか新しい概念を取り入れてきてる可能性もゼロではない。
岩が残せればね、この状態で岩持ったままいきなり動き出すとかも別にできるんだけどね。別にできるんだけど。これ以外が分かんないからこれしかやってないって感じがするな、俺の中では。これ以外の手が別にない。あ、ちょっと待って。こうやって特定の方向にだけなら押せるのか。あー、なるほど。なるほど。それができるから、これが1個下でやれてればあそこ押し込めて勝ってるんだ。なるほど。そうか、なんか好き勝手に移動しようとするととんでもなく難しいけど、それを捨ててしまえば、ただこれ軸がずれるな。なるほど。でもそれが分かってしまえば、この場所と、いやずれるな。これが逆に置けることないのか？縦になっちゃう。そうではない。こっち側から押すのかな？こっち側から押すと、上と下に落とせて、でも、俺のいる方向じゃない方向に船が走り出すから逆なんだよな、これ。これは、ここでこれ、追っ手がこうやって落としたら逆だもんな。押したい方向って。これ逆っていうか、こっちじゃない。横から落とすと縦になるんだから、縦のどっちかから落とすたんだけど、さっきやってなかったっけ？縦方向から押すと、押したのに縦向きに動き出した。あれ？あれ？これがおかしいんだけどな。逆に押す？あれ？なんで？縦ではできることがなんで横でできなくなるの？これ。別に突っかえてるとかじゃないんだけど。違うよね。あれ？なんなんこれ。え？こっ
っちだと今度はまた縦になる。ん？横向きに押して縦になるがこっちで発生して、さっき縦向きに押して横にな縦になるが発生したんだよ。なんだこれ。何が起きてんだ。できた、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 できたならできた。やってることはヨット作るだったから、あんまりこう変化はないですね。ヨット作るってとこまではもう正解だったんだよな。とすると困ったでやんすね。これを解かないともう進めないわ。ヨットはもうできていて、二段目っていう物体をものすごく横に長く置かないといけなくて、違う場所に行ってみるとかっていうのはありだよね。ここで作ればええやみたいな話。なんならこれを一個そこに下げれば、この場所でぐるっと回ってこれればええやんって風になる。ここまででしたか。これが下にあった方がいいのはそりゃそうなんだけど、横長さんの場所で作る以上、真ん中を切り離すのであればこうなんだよな。切り離さないんだったら最初からこうできて、その場合はくっつくのでさっきと同じことはできないんだよな。これがここまでしかいっか。え？水に落ちた。ただそこの柱邪魔か？柱まだ分かんないから置いといて。柱何なんだ？柱を何？これ柱なければまだ考えやすいんだけどね。柱がなんかさらに一個要求してきてんだよね。何かを。こうすっと、それが乗れたらになっちゃうな。このパーツをもう上に上げらんないんで、こうするとやっぱこれを上げられたらになっちゃうので、これより上がないと無理で、このパーツを下に下げるためにこの上に行きたいよねができないんだよね。
これもう一個ずつ下で。作るとこれを上に上げればダメだ、下げらんないんだ。道がないね。これですらクリアにもならない。クリアまであと一歩みたいなものも見えないもんな今んとこ。ただ試行錯誤をしますというだけだな。柱があるからみたいなのが別にないしね。動かない。これも動かないか。船はもう上には動かせない。これを必須ステージとして置いてるのが分かんないな。なんかこんな考えるまでもなく瞬殺できるステージだと思ってんのかな。これ惜しい。そこの柱が右側に落ちてて、全体的に右に1個押せたら、だけど、ここに突っかかりがないから、もう突っかかりを作ると合体しちゃうわけでしょ。合体してもいいだったらこれだけで抜けるとか。出られない。
いや、これだとここがこうなるんだ。そうだ、それやったんだよな。もう、もうやってんだよな。これで移動するパターン。ここに一個引っかかりがあると、これ全体動かせるけど、ゴールはできない。ここで二つでもいいから、上でフリーダムに石が動せたら、ゴールはできる。し、このはしごの、この柱の上を足場にして、前半と後半の二つの道を作ればいいよね、みたいなことを言ってるとか、そういうのもあるけど、全部その辺も、方針がないんだって。あれもできる、これもできる、だからここって。この上に乗るって決めてから、どれだけのパターンがあるって話だよね。右側だけの通路と左側になんかこう伸びてる通路だけがあればいいんでしたろうは。そうだけどさ、どうやってそれを、でも石が水に落ちると地形変わるとかっていうのももう分かんないしね。もうダメだよね、それは分かんないよね。柱の位置は自由に置けて、足場の場所も自由に置けて、石を落として地形変えるのも自由にできて、だけどゴールまではあの道なんだよね。なんか大量にブロックを作ってそれを落とすことはできないっていう状況はわかるんだけど、これがもうアウトでしょ？いや、アウトかな。最低でも上に9個石を作ってないといけない。だから今も OK なんだよね。ただ、当然石は繋がるので、柱の上に乗っかったので1個カウントしようねとかっていうのをやってると、そもそも分断するためになんか石が落ちるし、下のラインなんて石を落としたら大量に落とすからね。石は9個以上生成しないとまず話にならなくて、だからぐるっと回るような図形は必ず書くであろう。だけどその2つがくっついてると、分断しないとそもそも横幅が足りないわけなんだから、分断はしたいわけよ。で、分断するためには水に落とすか最初から分断されてるかの2択がまずあって、自力で落とすを選んだ場合はどうやって落とすか、上下左右どの石をどの向きに落とすかみたいなことが問われ始めるので、ゲロむずいんだよね。正解しても多分これたまたま正解引いたな以上の感想はないタイプのステージだね。考えて解けるものではないと俺は思う。これもパーツ数としては合ってるけど、正解の形には全然ならない。これ全体の船を右側に押すこともできはするが、帰っては来れないね。この時にあそこに柱がなかったらっていうのが考えたりできるのか。あそこに柱がなかったなの状態で今のを作った場合、
これだっけ。これは上に退避はできるけど、そしたらここに1,2,3足りないですね。もうこれでは足場は足りません。1,2,3,4,5,6,7,8,9、やっぱ数が合ってるかどうかはあんまり本質にはならないな、これ。うん、こっから何作るだもんね。ここにたどり着けなかったら意味がない。これをどかすと高さが落下する。いや、降参、すいません、無理無理。これはで、これが解けないと先行けないなら終わりです。終わりなんだよな。別のエリアから2つ無理やりかっぱらってくるか。ちょっとこれマジで無理だな。え、なんで、あれを必須科目にしたんだが、マジでわからん。無理だろ。一つある。さっきも言ってた通り、溶けたところで、たま溶けたってことになるんだよね。これ以上先から持ってこれないな。余ってはいるんだけどね、確か。そう、余ってはいるんだけど持っていけないと。頑張る？リスポーンのトリックを使って頑張るというのは一つあるけど、相当きついか。ここにこれあるんだね。そこにもスイッチある？もしかして柱かスイッチかわかんねえだろあれ。普通の足場だった。で、上にもなんかあるね、あるね。ここ上に行ってるあの岩が無駄っちゃ無駄。なんだ？めんどくさいな。めんどいなこれ。だ、これ絶対くっつくやん。ああ、めんどくせえ。何なんだお前。こっかにも残ってるし。この余らせてる岩で先にある地形の方、あ、だからこれは逆なんよ。先にある地形から戻る方向に石を置いてくるの方が正しい。やるんだったら。これをこっちに持っていく。そうするとこっち側にある3個が無傷で取れるみたいな感じになる。意味あるかというと、意味はあるんですよ。だから向こう側で3個得をするんですよね、これは多分。多分だけど。これ、そこの上を通すことさえできれば、
省略できるわけだから頑張るか。こっから1,2,3,4,5,6,7,8個こっから持ってければ上に道つなげられるけどね。もうあそこが解けないからこんなことやってるだけだよね今ね。あそこさえ解ければな。最初に想定してたことと全然違うことをやり始めてるから、もうああリセットする地形はそのすぐリセットできる場所に置いちゃダメでしょ。こっちのエリアからあだよね、ここがもともとここの3個だから3個得している状態なんですよ今私。ただし戻るためにもともと使ってた岩がなくなっているので、これが今せっかくできたところでこっちの島から運んでくるっていう行動が取れなくなってませんって話ね。それは確かにその通り。一つ救えるし、ここで、いや、この一個は、ああ、それ使ってんだ。じゃあ、ダメだ。なんか一つだけ持ってこれたけどね。一つか。めちゃめちゃ重要な一つだったね。ということで、さらに3つ解かないといけない。じゃあ今日はここまでにしよっか。不甲斐ない感じの回でしたね。いや、難しすぎるあれ。